はようございます。おはようございます。石くんチャンネル、今日も始まりました。石くんです。すけさんです。なちゃんです。お兄ちゃんです。なべちゃんです。かわちゃんです。今日は可愛いね。可愛らしいね。でーすじゃないんだ。ということで、石くんチャンネルをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も一年、口回んねえ。今年も石くんチャンネルよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は1月1日、元旦です。朝の最低気温がマイナス5度。こんな日にやってる俺たちはバカですよ、きっと。ねえ、せめてみんな風邪ひかないように、楽しんで帰りましょう、今日は。そうです。はい、今日の目標は、やっぱり初恋じゃないですか。そうだね。うん、初恋釣りたいね。みんな釣りたいね。釣りたいですね。でも塩分濃度が 1.3、3、5? まあ、まあ、釣れるでしょ。うん。余裕でしょ。でかいのが来ますね、みんな。じゃあね。ここでね、一つ、今年の抱負をみんなに聞いていきたいかな、俺。はい。誰からいきますか。じゃあ、俺からいきましょう。はい。よろしくお願いします。とりあえず、今年の目標は、安全長考でいきたいと思います。そうですね。うん。それが一番ですね。うん、あとは楽しく。うん。ね。そうですね。で、なおかつ、でかいのが釣れれば、うん、いいですね。なおかつ、いい年になるんじゃないですかね、うん。俺もそうだな。俺もやっぱ楽しく仲良く、うん、が一番かな、うん。で、まあやっぱ俺の場合ね、休みが少ないからね。うん、まあ、たまの休みで、まあ、毎年のようにあっちこっち行ってるんで、うんうん、やっぱ今年もあっちこっち行きたいかな、うんうん。でね、やってみたいのが俺一つあります。こう、YouTube 始めて半年経つじゃないですか。まあ結構再生されてるじゃないですか、ちょこちょこと、うん、その見てくれてる人たちと俺はやってみたい釣りを。あ、なんでね、もし石くんたちと釣りやりたいっていう人いたら、うん、ぜひ声をかけてください、ね。うん、関東一円なら行きます。よろしくお願いします。お願いします。はい、次は、はいはい、鍋くん、今年の目標というか、うん、遠征してみたいですね。うん、しよう。琵琶湖に行ってみたいです。あ、だからコロナが落ち着いたら、うん、いや行きたいなと思って、うんうん、まあ一回ぜひね琵琶湖に行きたいと思います。うん、じゃあ行こう。はい。目指すはゴールデンウィークだね。そうですね、うん、行ければ。目標ね。はい。うん、はい、次は。じゃあ、はい。はい。じゃあちょっと前出てもらっていいですか。そうね。隠れてると前出てもらっていいですか。今年は。その皆さんと出会ったのを大事に、うん、いろんなところでいろんな釣りを学びたいと思います。そうですね、はい、うん、楽しくいきましょう。よろしくお願いします。じゃあ村田くん、はい、おお、皆さんと出会えたのでやっぱ遠征行って、うん、いい魚釣って、うん、そうだね、楽しい1年でいれば、うん、いいところです。そうだね、1年通して楽しめればいいね。はい、はい、おばあちゃん、はい、最後の締め、はい、今年の目標は、まあみんなと楽しくできればそれでいいかなとは思うんですよね、うん、まあそれが一番だよね、うん、まあやっぱりまあ来られる時に一緒にやれれば、うん、皆さん、はい、なおかつ聴覚もついてくればね、まあ、ついてくれば、うん、ね、まあ楽しくやれればいいと思う、うん、自分で、うん、そうだね、はい、うん、じゃあまあそんな感じで、今年もやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう石くん、口が回ってないから寒くて。寒くてね。さあ今日は何をしよう。今日はキャスティング、誰が一番飛ぶんでしょうか大会を開きたいと思います。遠投大会ですね。そうです、俗に言う遠投大会です。うん、よし。で、竿は一つだけに決めて、その竿で全員で投げると。うん、そうすれば不公平がないんじゃないかなと、うん、そうですね、いう感じでいきたいかなと。でもね、うん、持ち主絶対有利だよねこれ。有利ですね。有利ですねこれはね、うん、で今回使う竿が、はい、俺の竿です。代行のプレシオで、リールがCライン1台遠投で、重りが50号ですね今回。50号だったんですか。50号です、はい。ということで、じゃあ皆さん頑張っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちなみにみんな酔っ払ってます。で、ちなみにあれですね、順番はこの順番で、あ、そうそうそう、一番がね、そうだね、こういう順番で行くんで、大鳥がね、スケさんやっぱりね、はい、うん、まあ
関係しない、やっぱ関係しない。よし、じゃあやっていきましょう。はい、よし、はい、お願いします。じゃあトップバッター川ちゃん、はい、今日の意気込みをお願いします。まあダントツの優勝ですね。わー、間違いないね、はい、かっこいいね、罰ゲームひどいことなんかあるな、うん、ちなみにちなみに1個いいですか。はい、立ち位置ってそこじゃないとダメなんですか。いや、これはもう好きなところで、もうカウンターついてるから、うん、はい、じゃあ川ちゃん1投目、はい、お願いします。多分長んない、あ、大丈夫、俺ダントツの優勝なんで大丈夫。ほらー、飛ばねー。さあ、今の記録何メーターでしょうか。 69.2 っす。 69.2、 はい、暫定1位ですね。いや、とりあえず巻いちゃいます。はい、はい、じゃあ2番手渡辺くん、今日の意気込みをお願いします。今日の意気込みは、目指せ80メーターオーバー。もっとだろうな。じゃあお願いします。はい、80いったか、これは。いや、ちょっと真っ暗に見つけたら 92.3。 おお、 92.3。 これは無理だ。おめでとうございます。はい、続いて3番手お兄ちゃん、今日の意気込みをお願いします。若者には負けないと。若い者にはまだまだ、まだまだ。俺から言わせたら十分若いけどね、お兄ちゃんもね。はい、じゃあお願いします。ドキドキ。何メーターでしょうか。 71.5 戦。もう 71.5、 暫定2位、おめでとうございます。はい、4番手石さん、今日の意気込みをお願いします。プレッシャーしかありません。はい、なぜならこれは俺の竿とリールだからです。はい、じゃあ目指すは、目指すはとりあえず 50m 飛べばいいかな。ああ、じゃあお願いします。頑張ります。まあ一発目なんで軽くね。はい、バックラッシュしたらどうしよう。するなよ。あれ、映ってん、あ、映った。 84.1。 おお、これ映してくれる。 84.1、 暫定2位です。ありがとうございます。はい、じゃあ5番手小葉さん、今日の意気込みをお願いします。50メートル飛ぶように頑張ります。頑張ってください。はい、いいですか。お願いします。いきまーす。さあ結果の方はどうでしょうか。 65.5メーター。おめでとうございます。2回目もありますからね。ちょっと今んとこ最下位ですね。はい、大丈夫です。はい、スタート。じゃあ6番手村田くん、今日の意気込みをお願いします。とりあえず50メーターぐらいは投げたいですね。50、はい、行くだろう。50。じゃあお願いします。1投目はないよ。俺もそうできないよ。できない、できない。俺はもっと結構飛んだんじゃない今。やめ、大丈夫大丈夫。さあ記録の方は 89.7。 おお、 89.7、 暫定2位、おめでとうございます。うまいな村田君。じゃあ最後スケさんです。まあ最後の鳥ってことで何メーターだっけ。 91 です。まだまだだな。酔っ払い具合がすげえな。ちょっと極めてから行きます。はい、そうですね。口を潤してからね。よし。はい。お願いします。はい、じゃあお願いします。スケさんの1投目。おお。助走つけんの。お願いします。いきまーす。結果をお願いします。23メーターのバッククラッシュ。23メーター。さすが。期待を裏切らないよね。まだね、回せるから。大丈夫っすね。はい。透明、かわちゃん、いいっすか。いいですよ。
なんか怖いなぁ。俺助走つけてなんかやったことないよ。おぉ、サミングしちゃったな、今。こうでも一回行ったんじゃない？どう？記録。全然行ってないっすよ。いくつでしょうか？ 84.1。 おぉ、行ってるじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。飛ばないっすよ。渡辺くん2投目です。はい。目指すは100。よし。じゃあ今回垂らし長く取ってんのはこれにせっかな。じゃあお願いします。いきます。やべ、行かれたなこれ。行ったろこれ。行かない。行かない。999。おお。フィーバー。99.9メートル。おめでとうございます。暫定1位。お兄ちゃんの2投目です。今の気持ちは？もう緊張でもう言葉が出ないです。ドキドキしてますか？ドキドキします。それは恋してるんじゃなくて。まあ恋に恋してます。ああ、そうですね。はい、じゃあお願いします。よし、行くぞ。300いくつだっけ ?999.9。やばい。フライになった。あ、バックラシャッター。オッケー。さあ、記録の方は。しかも飛んでない。63.7。あー、バックだった。それでは、一三二投目、意気込みお願いします。もうビリはないんでね。もうバックラッシュ覚悟でもうフルスイングでいきたいと思います。目指せいくつですか？ 100！ わー！お願いします！ってなってるね。あー、ライナーになっちゃった。記録は86.1です。 86.1。 まあさっきより伸びたからいいかな。それでは小葉さんの2投目です。行きます。意気込みの方を先にお願いします。さっきより飛ばしたいです。お願いします。お、お、手前にいたな。記録の方は 42.9。 42.9。 暫定ブービーですね。続いて村ちゃんの2投目です。2投目の方はどうだい？はい、90ぐらいは飛ばしたいと思います。おー、いいねー。フルスイングでお願いします。もうだいぶ垂らすねー。お願いします。結果の方は、最後バックルしちゃった。変わんねえや。 86.5。 じゃあ最後の大鳥はスケさんです。おめえ挽回ですね、今回は。なかったっけ、前。前回。多分なんかあったと思いますよ。ね、はい。後で YouTube 見て確認してください。やべえ。意気込みの方は？とりあえず、頑張りまーす。全然頑張る気ねえよ。はい、じゃあお願いします。助走つけるとバックラしますからね。ダメなんだよね。うん。ちょっと誰か笑ってくんねえかな。だけなんでよ俺これ。行きまーす。お、行った。行ったっすか？どれ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 ？45メーター。45メーター。ビリ決定です。おめでとうございます。優勝。今の気持ちはどうですか、スケちゃん？まあ当然の結果でしょう。当然の結果ですか？うん。狙った通りですね。狙った通り。ああ。これが俺の実力です。ああ。じゃあ、今度は、恋の方をお願いします。まあ、それには負けないですけどね。これ、後で見たらすげえ恥ずかしそうだな、俺。YouTube。恥ずかしいですよ、絶対に。うん。うん、ということで、遠投大会、表彰式に移りたいと思います。ということで、皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。遠投大会、どうでしたか？川ちゃん、どうだった？遠投大会は。はい。いや、やっぱ難しいですね。難しいよね、はい、特に人の差を取り入れだとね、
村ちゃんはどうだった？いや、楽しかったですね。楽しいよね、やっぱこれもね。はい、渡辺くんはやっぱいいっすね。うん、いいよね、こういうのもね、たまにね。たまにやるっていうのはいいっすね。お兄ちゃんはどうですか？いや、やっぱ難しいっすね。まあ人のタックルっていうのはね、難しいからね、どうしてもね。小葉さんはどうでしたか？緊張しました。しますよね。そうですよね。それでは、じゃあ結果発表の方、いきたいと思います。優勝は、99.9 メートルの、なべくん！おめでとうございます。しけさんから優勝賞品の贈呈があります。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう、なべくん。来年は負けないからな。流木もらいました。なべくん、今の感想。感想はこっちに向いて。なんでこれなの？連覇するの？まあ、来年も連覇して、この流木をまた受け取りたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。あと一つ、みんな入ってください。はい、石くんチャンネルにもう一つおめでたいことがあります。それは、なべくんに第一子誕生しました。なべくんおめでとう。じゃあみんなで胴上げしようぜ。ねえ、いいでしょう。はい、うん、じゃあ、なべくんこれもう捨てちゃいなよ、こんなの。なんだよ、これ。落ちるからよ。じゃあみんな元で。せーの。おめでとう。なべくんおめでとう。それからね、やっぱ、子育てがね、一番になってくると思うからね、長考の回数も減ると思うけどね、まあ、できる時間でね、そうですね、一緒にやっていければいいよね、これからもね。はい。じゃあ、これからもみんな、頑張っていきましょう。はい。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ちなみに、俺ビリでした。はい、ということで、皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の超過の方はどうだったでしょうか？いや、聞かないでもらいたいですね。そうだね、はい、ちなみに昨日今日と塩分濃度の方は 1.5 から 1.8 です。無理ですね。だって昼間凍ったもんね。凍った。びっくりしたね、それにはね。まあ今回はね、まあ超過よりもね、まあ正月早々みんな集まってね、こうやって楽しくできたのは良かったかなと俺的には思います。はい、はい、なのでね、また今年も皆さん1年間楽しくやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画で会いましょう。